PS2 版がプレミアム価格で何万になってるやつ。それがなんと800円ぐらいで配信。2プレイヤーズある。なんだよそれ、美女関係ないじゃん。もう対戦止められるのだ。私もやんの。うん、だって2人プレイだ。動いた。スティックでも動くのか。あ、なんかあれ違う、ショットが。本当だ。行こうぜ。何や、猿がいる。猿いる。ダッシュあんの？ダッシュある？ないよ。あ、ミニスティックで、ボムができた。あ、いててて。左下のがライフ。あ、いやいや、あ、下のあの、氷の結晶がライフ。ボムどこに書いてある？ボムのダンス。雪玉でしょ？ボム取れたろ。画面が小さい。ああ、スリーウェイになった。欲しい、俺もこれ。こいつは全然敵でもなんでもなくて。やった、雪玉。雪玉なんてそこら中にありそうだもん。だからな、作ればいいじゃん。ないな。こっち？ズルだ。え？いた。あ。なんか、これで殺すのか。返せよ、私の息子。なんかいた。取れねえ。いた。いた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 。死にそう。何してんだこれ。効かないだろ、そいつ。で、ここは通り抜けらんないんか。危ない。いた。あ。え、死んだ。うおー、すげえ量来た。こここそボム。西コンボ。俺のライフ、ああ俺のライフがなーい。魔法使ってる。あ、速くなった。うん、気がする。俺もないのか。つか、なんで君はあれ変わって一緒になってんだ。なんかショットかって種類あんのか。初期装備が違うだけ。いた。基本は失敗でいいよね、このゲーム。お、それは失敗でいいよ。どこ、あー、早い早い早い。どあ、危な。どこに向かうとかないの。ボム、ボム増えた。え、なんで君そんなに雪玉持ってんの。一回取ったから返せ。どこに向かえばいいのこれ。ラフ取られた。取り合いになってるじゃないの。取り合いだよ、このゲーム。このゲーム、だって。これなんかボム使えってやつだよ。え、これどこでボム使うの。なんかミニスティック倒すの、なんで。嘘、なんないぜ。どこで。あ、遅かったっぽい。わー
浮き球が逆転した。どこで使うのマジで。ミニスティック倒すって言ってた。倒してもなかった、何にもなかったぜ。え、持ってないの。だってどこに書いたんだよ、ボムのダンス。あの宝石なんかないか。宝石なのかな。わあ遅くなった。威力が高いってやつ。ああ。土の子、土の子そこら中にいるんだよ。痛い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 。そこら中に土の子がいるじゃないか。貫通すんのかな、これは。するっぽいな。出たじゃん。あー、出た。ボムだと雪玉いっぱい出るの。すのこいてーよ、死にそう。あ、スリーウェイになってる。いいな。電車が効きません。こっちがいいの。あ、スリーウェイでしょ。土の子凶悪なんだけど。痛い。結構な数がいる。危ない。何の音。あ、おにぎり。痛い。くれよ、ちょっとぐらい。あー、危ない。痛い、もう。なんでなんなお前、そのちっこいちっこい玉はよ。どっか出てんの。あ、いたたたた、終わったはん。お母さんいる、お母さん。倒した。あー、なにこの雪玉って移動すんの。みちゃん、どこ？ここ？当たらない。あぶない。で、もう俺しか残機がないから一人プレイになってるの。一人プレイでも一緒似たようなゲームなのかな、これ。ワッツ。ゴールいけるか、これ。あ、ボス来た。かっこいいガシャドクパンチして。弱点はどれ？手か、手だ。あ、じゃあ頭？なんか喉の赤いとこ。ここに喉の赤いとこか。手が邪魔なんか。わっ。PS2 並みのロードを要求される。まんま移植したな、本源。さては。実際そのぐらいの年代なんだよね。もう雪玉落とさねえ、こいつ。あと、何のゲーム？え？何のゲーム？知らせた？いや、だから PS2 だっつって。PS2 のレアゲー。多分出荷本数が相当少なかったんだろうね、これ。ドットなんて珍しくない？ドットじゃないけどね。ドットじゃないか。このグラム珍しくない？なんか、いつも 3D じゃん。この角度から打てば。アンチ？アンチ見つけた。見つけました。見つけました、アンチ。結構なアンチ。はぁ、潰されたアンチ。初期位置戻れー。いー、
あ、イビミサイズはこの毛。こうなんか半分だと。ライフっぽいやつだ。あー誘導弾だったー。ライフどこある？なんかま、ライ、あのタイムの下にある。タイムじゃなくて。それはしてこなかったじゃん今まで。タイムじゃなくてライフなのか。タイムかと思った。ボム使おう。ちょ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 。もともとね、百鬼夜行じゃない。なんだっけあれ。あの、ミコは主人公のシューティングゲーム。危機開会。そうそう。危機開会の PS2 版みたいなの作ろうと思ったんだけど、権利的になんか、ごちゃって。だからちょっと似てるんだよね。普通にボスが強い。でも危機開会より簡単なんじゃないの？わかんないけど、やったことない。あー難しいね、あれすげえ難しそうだったもんな、勝てないというか。もっとだってなんかまあ一撃死んじゃ、死んじゃうシューティングだからね。しかもあふれんばかりに敵がいるじゃないか。さっさと行かないとダメ、あれ。うん、倒してはない。そんなことないから、あんまり。かわし方分からず、あれ。あ、そうだったー。肋骨ブーメラン。かわし方分かんねえ、あれだけ。無敵短っ。うーん、ボスアタック一人プレイだと。さゆき、マジか。いっぱいあるな。その見知らぬ男のために。大体妖怪の呪いにかかるような。何したんだよその男は。日本一緒だな。そうだね。雪玉は何なんだんじゃ。なんだろうな、新エンジン。一応でも一人用と二人用でストーリーが別にあるんだな。ね。ピンクの子かわいい。こうやって自由にこう行く。で、こいつは倒し方がわかりません。こいつなんか移動したんだけど、ボム。あ、一人プレイだとこの、この使い魔みたいなのがいいのか。これ全滅をしたら移動する。なんかボンで移動した気がするんだよね。これ移動するとなんかなんの。いや、なんか下にあった。あ、すごい、倒せんじゃん、そいつ。あ、な、めっちゃ、あ、ごめん、ボン落ちた。めちゃ連射しちゃうけど、殺すだ。
ハーピー、ハーピー。ハーピー。あーならなー。人魚だけどね、ハーピーじゃなくて。あ、人魚か。あ、これはね。だっておかしいだろ。日本の妖怪の話なのにハーピー急に来んの。あれなってない。こう。ほ、あスティックの倒し方や方向が変わるのか。そうそうそう、ボムの出方が違うってこう、ライフがね。今気づいた。まあ、向いてる方向と。なんだっけ。これ。向いてる方向と、X で持ってるボム。このゲームはなんか BGM はそんなに派手ではないの。ちょ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 、ループもそんなに長いわけないし、探索型の割にはこれたもんとかないの。ライフ落としてくんねえ、あいつ。ありがとう、おにぎり。お、ラピット。なくなった。見ての通り。お、隠しキャラも出た。ボムでしか、あ、そっか、雪だるまとか一部の敵はそのボムでしか動かないのかな。早いよあいつ。使い魔お願いします。土の子やたら出んの。別に伝説でも何もないの。うん、たぶん、でも妖怪みたいなもんだし、妖怪ウォッチにもいたし、土の子は。あ、そうなの。マックスアップ。ライフを送れ。でこにでっかいやつがいて、あれ？お酒？ちょーい！あったあったあった。貫通してくんだよな、いたー。別に無敵はそんなにないやつ。これもいい。ライフの回復はどこ。わなぁ、間違えたー。来たライフさん、で、ここで使うと、おーい、お邪魔キャラ、隠しキャラも出て美味しい。
ああ無理あれマジで無理でかい。ああどうやってかわすんだあれ。これかわす、これね移動し始めた段階で移動できる段階ではもうでき切れてんだよ。いや積んでたんだあれで言ったら。もう一回言うてみて。ラットとか持ってけねえかな。いないもんな。いいか。あ、歯ブラシ持ってきた、歯ブラシ。歯ブラシ。うん。電気もいらねえな。いやーもう マジで無理や。あれ買わせないよ。あぶねー、やったー、やったー。なんですね、取れなかった。そうなるの、何いっぱいあんのかよ。私も行くから富士急呪い消しの霊か妖怪でしょ。原作やったもんやから何とも言えない。妖怪道中記っぽい、あ、じゃ妖怪道中記じゃない危機開会っぽいってちょっと確かに思う。もうキャラクターとかね、これがミコでこれはミコだったらってか雪女になってるけど、これミコだったら危機開会なんじゃないって思うんだけど。何これ、なんか機械書いて PS2 じゃ、スーファミでもあったのよ、これ。オリジナルのやつね。続編みたいなやつ。それもなんかレア化してたもんね。キャラ可愛いからかな。やっぱミコみたいなやつ人気あるのかな。あー、飛べた。あれ、爪楊枝みたいなのない。爪楊枝。これちょっと。たあ、1アップか。おー、雪玉は何なの。雪玉は消費してボムっていうの。
そうね。音も雪玉使って違うの。攻撃してるとかって思ったけど。ギャー、なんかいた。こういうアーケードライクのゲームってあんまり流行んないからな。うん、くそ、ちょ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 、このゲーム基本ボム使い放題だけど、使い放題って感じでいいのかな。使い放題ではないけど、何か減るわけじゃないじゃん。え、減ってるよ、あの宝石みたいなの。ああ、ちょっとは横にちっちゃい。何あれ、そうでもなく水検査やれば。そっか、これはなんか好きな方向に行けるのか。機械からはいけない。機械からある程度直線的で、おお、かっこいい感じの妖怪だ。ギャー、消えた。コミカルに消えた。なんていうんだっけ、ああいうの。ヒグルマ、妖怪ヒグルマでいいんだっけ。カシャ、カシャかな。あのダークソウルで苦しめられたやつの。カシャって言うと桜大戦とか思うんですね。なんかあの車輪のやつがトカ飛んできて、でヒットする、多段ヒットしてすぐ喪失させられるっていう。すげえやぞ。え、無敵時間ないのみたいな。ガリ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 って自分に全く無敵じゃなくて。結構ダークソウル2マスター売れてんだよね、あのスイッチ版で。あ、みんな2が面白いっていう。あ、じゃあ2じゃないか、3? うん、でも 1しかやってこないけど面白かったよ。ギリシャ結局やってません。お前そんなんばっかじゃねえか。いや、全クリしたらいいじゃん。DLC もったいないじゃん。やってないよ、買ってないっちゃう。あ、買ってないのか。もちろんリマスター版は DLC が入ってる。買ってないなら言うです。対戦は面白くなさそうに見えんだよね。いったもんねんじゃん。いった、弾撃ってくんのかよ。あ、今のギャグ高度な。ははははは、いったもめ、いったーっていう。そう、じゃあ今度やろう、これは。終わり。